日の撮影すべて終わりました。ここ2日でね、6組の方に貸し出しをさせていただいたんですけれども、さすがの満身創痍と、初めて会う人もたくさんさすがの満身創痍ですね。さすがの満身創痍を満身創痍の、たくさんです。最後なんか言うのある？オーマイゴー言うからさ話振られたくてオーマイゴー全然いいですよ。胸張って胸張って言っちゃったんだよ。もう一回言っちゃうよ。いきます。うん、僕たちこの3組がオーマイガーちゃんと今オーマイガー待ってたよ。すいません、すいません、もう上がっちゃってるから僕たちはって言いましたいやでも本当に僕たちこの3組がね本日のタイトルコールから行かさせていきたいと思います。はい、土台組に埋まっている電子レンジといったら、あれってシールを貼って出さないといけないからちょっと面倒くさいんだけど、あれって小学生の帰り道に見つけた時欲しいなって思っちゃった時あるよね。シール貼って出さないといけない粗大ゴミのやつと言ったら、小学生の頃欲しいなって思ってたけど、その欲しいなって思うことって言ったらベルマーク。思うよね、ベルマーク。思います。じゃ鑑賞用で単品のカードを買ったことないんです？ない。あ、そうなんすね。一回まだあれ全部オリパで当てたやつ。意外な事実ですね。事実だね、確かに。じゃあまだまだ続きますから、うん、そうですね、まあ、1回行きましょうか。そうですね、うん、1回のオリパ見に行きましょう。行きましょう、行きましょうすか。行きましょう、行きましょうすか。今日は何？今日は誕生日。誕生日ですね。誕生日なんですけれども、うん、誕生日を一旦さて置かさせていただきます。置くんだやはりうちの部員は優秀だった。優秀言い過ぎて、誰もハマってる。言い過ぎて、そのまま黙るのもやだ。味方よく、こっちのチーム。女性のファンの方はそういう男子の裸の唐揚げみたいのが好きって聞いたんで、聞いたんで実践してるだけです。スクワットからついにギャルダック意識がされるようになったんですよ。自分たちの影響力、ほんと知ってください。ほんとにすみません。ありがとう。僕から謝さらせて。あっ、ユーマだった。ユーマだわ。女子コースいる、女子コースいる。任せろ。俺は今日何人の学生と話したつもりだ。水球はどのくらい前？水球で言ったら YouTuber1 じゃない？ああ、そうです。そうです。え、何組出てんの？そのベスト8。まず都会会からスタート。都会会ね。そうそう、都会会ね。で、3月5日、ゆうたくんの誕生日ですね。関西コレクションの全員まことまことっては。超かっこいい。え、見てない。見てない。見よう。いやー、池袋の人がやったばっか見た方がいい、ね、あれか、うん、どうした？勝ってた。そんなおもろない、そんなおもろない、おもろない。おもろくない集団だったんだ。そうです、しかも自分から言ったんじゃないもんね、あれ。これは本当にヤバかったよね。あの、メンバーとしてもヤバかった。これも本当にヤバかった。いや、うるさい。よくわかんないけど、オーラあるみたいな、うん、でもそんな実力ないけど。まあ、つけて、今日って。そんなことは実質とかもないから、数字が出てるから。そう、通知出てるから。数字です。数字が来てるわけですよ。お前は1位ですから。 YouTuber じゃなかったら稼げてなさい。あー、来ました。おー、これは大丈夫やろ。額もありますし、さすがにちょっといや、さすがにもう呼ばれた。さすがにね、今の呼ばれたよ。せっかくなら飲めるぐらいないっていう。じゃあ、飲んでくれんの？まあ、量によっては。おお、え、飲んでほしい。飲みだ、たまったら飲んでみてほしいよね。飲みだね。怖いな。この夜で、まあ、武器を揃えていくって形になるね。うん、まあ、完全にこれ僕が涙しないと企画が成立しないという、うん、なんて言うんですかね、僕の涙任せな。ヴァイオレット・バラーデのチューバーは、お母さんがね、死んじゃうんですけど、お亡くなりになる前に、お手紙を娘に向けて、9歳、10歳、11歳、12歳、13歳、20歳ぐらいまでね、手紙を残して、お亡くなり。あひっ！これ緊急事態ですね。企画をほつらせてしまうのではないかという、この緊張感から、全く泣くスイッチに入れなさかったです。しかし、
抽象的な話分かりづらい。どういうことだ、具体的に言うと。じゃあだから毒を共有してこようとくるから来ようとくるから。400万人っていう大先輩からもらえる言葉もあるんじゃないかっていう感じもあるんじゃない僕らも。そうですよね。僕から熱い言葉をかけなきゃいけないタイミングかもしれない。ユーマからの熱い言葉をもらいたいと思う。まだね、いいじゃん。で、日著なんだね。そう、日著です。行った方が一緒だね。行った方が一緒なんだね。一緒。付き合ってる状態で女の子ここに乗せないから、うん、それ絶対しないし、うわ、そこ戻っちゃうか。あと、付き合ってたらそういうなんかね、夜の味噌とかにも行かないから。味噌ってもう決定や。夜の味噌って。え、これとポッピングシャワーと違う色？違う色、違う。それがやかんないね。やかんない。3人ならちょっと見て、うん、大丈夫なの、いいね。そう、いや、いいよ、いいよ、いい感じでしょ、うん、いい。これでなんか文句言ってくるんだったら、それはもうほんと嫉妬です。嫉妬だね、うん、嫉妬で。みんなにすごいいいもの買ってきてもらったりしてるから、センスが磨けてるかもしれないね。うん、センスが磨かれてるかもしれない。本当にもうその場でも聞かずにっていう感じなの。うん。で、その後聞いたやつもなんかあったよね。あったあった、そう。後半に行くにつれ、俺も知らん、なんか。ディズニーの撮影が禁止になってから、そのディズニー企画が YouTube に出てないでしょ。だからここは一本なんか差し込もうと考えた結果、撮れる企画はもうこのチュロスの企画しかなかった。届けばいいね、こういう気持ちがディズニーさんに。いや、ほんとこういう気持ちが俺届かないならもうやっていけないですよ。なっちゃんがシリキュートゥントゥンみたいな。ナホかナホか、え、ダホかって思う、そんなシルクさんみたいな。ダホかって。あ、誰かと思ったらダホかみたいな、なっちゃってよ、お前。かわいそうだから、もう一回しよう。はい、あ、そうですね、まあ結構遊んで待ってるということで、うん、前回、かっちゃんとちょ、やめろって、めっちゃ噛む。え、あっちゃん、遊んでる時は噛んでない。あるからこそさ、赤組の中に好き同士とかがいた場合、めっちゃエモいよな。あー、確かに。車まかれちゃったみたいな。もしくは車一緒になれたみたいな。ヒューあっちゃんからしたら、キーちゃんと一緒になれたみたいな。なれたじゃん、だから俺結構なれないこと多いじゃん。ちなみにだけど、多分俺、騎士とかと一回もなってないの。騎士言うてるよ。お前戦士よ、お前のこと大好き。うまっ、うまっ、うわー美味しそう。うぅー、甘い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 。まあ高校生ぐらいの時だったんですけど、まあ僕はそれを機にこうボーリングに行かない男になってしまったんですけど、うん、めちゃめちゃ複雑な理由があって、うん、めっちゃ下手くそっていう。下手くそだね。そしてもう熱いコメントを見てんの、ピン。すまん、顎にフック入れちまった。すまん、すまん。このタイミングでトロフィーをファミスボリングに用意していただいております。なるほどね、これドライブってことなんだ。あ、違うんだ、乗るトリオッコ。トリオッコ全員違うんだ、これ乗れる人全員違う。明日はきっといい愛。コムドットの山本と申します。僕以外のメンバーは本当に運動神経がかっこいいなと。今日はつく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 ということで、この間のイベントの時もさ、もうユータの母ちゃんのことエロい目で見てたね。ダホかダホかって言ったのか、ダホさんかってこと。まんまい、ユータの母さんをエロい目で見るのがダホさんかっていうツッコミというか。はい、ということで秋葉原向かっていきたいと思いまーす。どんな感じなんですか、その移動中の会話というか。最近の事情の話したりとか、こういう店でご飯食いたいねとか。ほんと普通の話ですよ。ほんと普通っていうのは。その前に言ってました俺。赤ちゃん用語とかにたまになりますね。お腹中いたとか。あー違う、パーキング止めんな、 PG やめろ、 D に変えて。一個も言えてないよお前。パーキング止めんな。最後に連れて行きたいとこあるんだよね。ただちょっと着くまで秘密にしたくて。ごめんね、謎をカット、噛みすぎ。いいね、でもいいね。 MG シーン出るよこれ。すいません、テイクツお願いします。ヘイからいきます、笑ったとこからです。ごめんね、謎が多い男で、カット。ヘビの音で僕の声が全く聞こえなくなってしまいました。申し訳ございません。僕と付き合ってください。本当に嬉しい。じゃあ最後に写真撮ろうよ。さっかいカート。
サッカーって言っちゃいました。お願いします。すいません、噛みすぎた。現在ですね、3月は9日です。まだシーズンなんですか、スノボ。ギリシーズンってのを言うかな。はい、ちょこちょこはハゲの言っています。そうなのよ。まあ本当に今ここめっちゃあったかいでしょ。次は友達の話とは思えねえよ。一応ユウマ今動画撮ってて。マジか。あ、やばい。まあこれで本当に投げればいいだ。投げればいいだ。ちょま。本当僕以外のメンバー本当すごいと思います。本当にテレビで喋ってる時も全然緊張してないし、あっちゃんちょっと緊張してるけど、でもそれでもあっちゃん緊張しながらその緊張可愛いみたいな感じになってるわけじゃないですか。みんなメンバーそれぞれ色が出せていて素晴らしいなと思います。ちょっと僕ちゃん頑張っていこうかなと思ってますよ。あと水組だとかね、 CM も第2弾やらさせていただきまして、順調に3月まで外部の仕事をやらさせていただきましてますね。早く食べたいよ、もう目の前目で来てるから。確かに目の前目で来てるから。車で一周見て、あーこんだけ並んでましたねということで、もう一周して戻ってきたところから行列スタートです。了解しました。はい、もう何して時間潰せやいいんだよ。カメラ切ってもトムくんにやることないね。うん、トムくんにね。トムくんにこういうことでもやりますか。ここで時間言っちゃうともう大体分かっちゃうから、うん、中入ってからタイムは言うんですけど、はい、思ってたより早い。いや、でも本当リュウのマスターのテッチがテッチチがいい。いやー、値しましたね。値しましたね、今日のこれは。待っただけありましたね。あ、どこ行っけ。こっち。開かない。あ、オスでした。オスでした。めっちゃ買うからさ、安く感じてしまう。金銭感覚がバグる、この企画。それ、病気、ユーマもそうなんだ。そうなんだ、ユーマもこれ言ってて、本当かなと思ってたけど、たくさん買うとやっぱなるわ。安く感じてしまうのも嫌だな。感じだけど大丈夫ですか。感じすぎてる。その逆になんかそのかばおうとしてるのがその上からの圧力みたいに見えるから。確かに、確かにって言った。また完全に確かにって言った。すいません、邪魔した。ちょっと持ってください。じゃあもうじゃんけんか。うん、じゃあ俺出るわ。よっと、まさかの二抜きだ。大丈夫ですか。二抜きさんじゃあ言ってください。男女の友情は成立しないんですね。まあカラナズと言ったら嘘やな。うん、まあそうか、カラナズ。カラナズはやばくない。カラナズは嘘ってこと。釘パンチは。いや響かないね、それは。しかも早く。いや早くなくていいんじゃない。うん、いきます。攻撃パンチ。いや、まあ噛むこともあるよ。もう一回、もう一回。間違えちゃう。冷たすぎた。あんちゃんの手紙。そう、オリンピックの審査員じゃないから。友達としてもうちょっと緩く審査してよ。ここで出してくる男さっさと出たですか。見かけ2回したからな。10ドル貸してくれ。10ドル、10ドル、5ドル。5ドル、20ドルで戦ってくる。出た方がいい。出た方がいいと思う。出ないよ。いつもこうやん、肩組む。でもいいやん、たまにはあれだよ、大阪と東京のエスカレーターの違いみたいなもん。声でかい、声でかい。なんでやん。東京と関西逆やん。アメリカと日本でも、日本がヤマトが蒲田を組むならアメリカでは俺が肩を組む。まあだから俺も蒲田を組むんだったらそれでもいいと思うんだけど、蒲田組んだらレイヤ君とかびっくりしちゃうから。そうでしょ。このアプリの話題こういう感じなんですよ。ああ、まあ本当合コンとかの感じだね。合コンに近い。撮影で使うにはちょっと難しいけど、プライベートの時に使うにはすごいいいアプリなんで、皆さんぜひ捕まってみてください。捕まってみて。あれだっけ、昨日行ったところなんだっけ。僕ストリップ行ったんですけど、ストリップでは「You are fashionable」って言われても相手服着てないんで全然返せないから「You are blonde hair is so nice」みたいな、そんな感じで髪の毛を褒めるしかなかった。まあいろいろ話朝聞いて面白かったです。いや行っていいの思うよ。てか俺も疲れたから行かなかっただけ。てか行くもんだよね。うん、経験だよ、経験として。ここもっとこういう風にしたらいいんじゃないとか、こここういうメロディーにしてみようよとか、プロの人たちと相談する日となっております。うん、それをプリプロというんですかね。業界用語でプリプロというプリプロというらしいですね。はい。滑舌もやばいし骨折してるし。下顎のヒゲ剃りミスった、君の言葉考えてしか使わそう。惜しい惜しい惜しい、そういうこと。これね、一言前に。ただね、さすがにゆうまくんの曲だし、うん、その歌ってる本人がいないのもあれだからっつって、監督として
僕と一緒の入り時間に来てくれますけど、お現場は温める担当です。指示とかするってこと？全くしないだろうです。しないだろうです。しないだろうです。全くしないだろうです。すごいところに来ちゃいました。うん。もうこんな感じで、僕はもうごわごわスリスリしていきますんで。ごわごわをね。ということでね、ゆうちゃんが今から MV 撮影するにあたって、曲を聴いてないとさすがに世界観に入れば噛めない。うん。もう一回言います。いや、いいよ、もう一回言わなくていいよ。お願いします。いや、いや、いや、俺神キャラとかやめたいのよ、もうカジノとかダメなのよ。キャラじゃないんだ、噛んでるんだから別にいいよ、それは今のはほぼ言えてたし、うん、テロップもあるんだから言ってるよ。そうだね、くれなかったら、なんないよ。そうだね、今のだって言ってた。なんだよね。そう、あ、これだ。ダン、あかん、明日拍手。お前やっぱ、ダメ切りもあったよな、これ。開始。あが、明日握手会だから寝れない。こんなん受験前日に寝れなくて、徳川大五郎全部見た以来だわ。全然なんかダメダメだしな。徳川か、徳川か、出せてるでしょ。動画にならないと出せてるでしょ。人狼じゃないです、本当に。え、じゃあ4回に1回ボケ満臭くね。まあその節はあるかもしれないけど、違います。え、ただの市民がこのプレイ。本当にね、出てこなかった。マジ、もうごめんね、みんな。ごめんね、言うてるやん、もう。知らないの、今。なんも知らない。めっちゃウケる。なるほど、リオを YouTube にする企画。リオ。え、リオって最近何やってんすか、お前。本当に、マジで。もう一個カメラマック。まあ分けた方が絶対にいいよっていうのは、あの編集って重たくなるから、その他の作業もできなくなるのがめっちゃめんどくさい。本命のアパレルにもワンチャン試着しちゃうかもしれない。試着しちゃうかもしれないね。拍手してる時の量は不安そうすぎて。そんなとこいんねや。いや、俺これめっちゃ貴重な演出だと思う。いや、えぐいわ。演出ですね。うわいらんとこも全部、でも、はしょって自分の動画にすればいいんでしょ。ということで、じゃあ、そのプロジェクトっていう部屋を作ります。新規で、プロジェクトを。ほうほうほう。それで、まあ、名前はじゃあ、一歩。あ、めっちゃ分かった。バグ起きた。お前、ケンドリック・ラマーなの。あちゃ、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 あちゃ。ケンドリック・ラマーの DNA みたいになったよ、お前。あいかなじゃあ社員がこの会社に入った意味っていうのを今一度考え直してほしい。俺はメンバーに。ほんとごめん、みんなこれから見せてくれよ。そう、おごりまくれとかじゃないけど、一緒に時間使ってあげたりとかってやっぱ嬉しいんだと思うよ。これから何見せてくれよって言ってたけど。見せてくれよ。お前だよ、見せんの。見ててくれよ。攻撃受けになった他のメンバーに。えどっから、おユーマがいいね数見て、ツイッターにも勢いなくなりましたねって言ってました。今こそ協力してみんなでいいねして、グレタ爆殺させましょう。爆殺って言ってくれるのがヤバそうなんだ。言葉、恐ろしい。自分から言葉爆殺。コムドットが繁盛して50円でも痛くも痒くね、緊張感になるかもしれない。いいぞ。もう分かんないけど、何ってか分かんない、行くわ。なんかもうやっぱ人が何かを挑戦した時にそれを笑うっていうのはね、大丈夫だって。 YouTube 始めた時にあざ笑ってたなんか変なとこして一緒ですから。そうですね、まあ完全にこれ僕が悪いです。本当に申し訳ないでした。ちょっと、あ、え、違う。そしたら違うだって。ユーマは喧嘩をもっと盛り上げたいのに、そこで座り待っちゃうのはおかしいね。本当だったらこれ盛り上げるんじゃないの。しかも YouTube でやろう。完全に負けました、ごめんなさい。落ちました。全然違う。俺の口座にあった1000万が若者に夢を与えている。そうだよ、それで日本の経済回って、お前大スターだよ。マジで最高だ。お前はヒーローだよ。よし、この流れで1000万やろうぜ。1000万。やばい、あの異常なぐらい脈打ってる。1000万やろうぜ。そんな早いの。あ、でもおかしい。異常なぐらい。この流れで1000万やろうぜって。1000万
番やろうぜってどういうことで一個も日本語として意味わかんないもん僕が、イネ数かける100点で、5万8000イネ来たので580万円ベーグ。これはまあ購入品紹介の最高額ですかね。最高額いきまーす。はい、リシャールって言おうとしてた。ああ、リシャールって言おうとしてたら、モラスってなハサミ出てきた。あれとゴミロットみたいな口からこううわ出てきて、ちょっとシュシュワ出てきて、バラサイクみたいな。まあそんなもんですか。そんなもんですね。まあいいんですよ、好きな時計のブランド一つでもあって、それを愛しているんだ。だってさ、ユーマのこのつけてたこのカルテのこれ、俺これ欲しかったのよ。あ、なんか液体の時間ね。サブになりそうじゃないっすですか。あ、ナイスですかって。これとナイスですかって。いや、緊張するんだね、そうなると。ちょっと、俺つけてみて。やっといい。9が。一応、金じゃイメージね。あー、やっぱ9が。いや、9が。久しぶりに。もう、低価からして全然価格が違う。うわぁ。お前、地球行けんじゃん。いや、俺ちょっと本当ビジュアルだ、気につけなきゃな。気につけなきゃな。気につけなきゃな。気をつけてくれよ、お前。仕事も気をつけてくれよ。気につけないでくれ。大丈夫そうですか。大丈夫です。ありがとうございます。ちなみにね、ですけど1000万円です。で、これ1540万円です。すみません、あの、40万円安くなんですか。交渉してみます。まあまあ交渉ありがとうございます。40年を安くしてもらおうとしたことは謝った方がいいかも。人の年数を安くしてもらった多分消えちゃうよ、多分あのお姉さん40年を若くしたら。あ、うまいな、かわいい。もう一回いっていくかな。え？もう一発いっちゃいましょうか。あった、あった、ありました。27。うわ、いいとこ開いた。いや、助かります。めちゃめちゃいいとこ開いてる。ありがとうございます。ちなみにねんすけど、あのコムドットの推しとかっているんですか。一人ですよね。まあまあ、そうっすね。ゆうたくん。おお、ヒューガのその男加減って全国に通用してんだね。いや、すごいよ。ユーマも結構系統似てる感じでやってるというか。そうなの、男として渋い感じの。ユーマはどう。あんまり、まあなんかちょっと優しい差が出てる。ああ、まあヒューガくんも優しいですけど、よりソフトな。なるほど、ちょっと弱い、パンチ弱いって。だからその男気的な部分がちょっと見えてこない。 あの YouTube 撮ってまして、ちょっともしよかったら一緒に動画出てもらえないかなと思ってお声かけたんですけど、いいですか。いいですか。ありがとうございます。センキュー。いや、嬉しいです。嬉しいよ。カップルで見るって本当にさ、素敵じゃない。なんか本当にマンカマンカ本当に本当にもういいのよ。もう俺の髪みたいのはカットでいいんで、次行きましょう、次行きましょう。マンカなんだよ。マンカ本当にいいんですよ。そのマンカ結構やってますよね。あ、やっちゃいましたね、だいぶ。マンカも、はい、あとサシカニとソントニ、あとマンカ。やばいね、なんか。結果発表はみんながいる場所でするので、事務所戻っていきましょう。ありがとうございました。ちょ、散々な日でしたね。ちょっと疲れました、本当にもう、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。インタビュー答えた笠原さん。この世の中にセンターパートを生やしたのは僕なんですけど、なんかいいよ。いや、別にそんな言い合う時間を使わないよ、こんなところに。冷た、大人。進めていいよ。冷た、大人って。全然進めていい。え、結構その自覚があって。え、どう、客観的に。ということで、本日の企画、視聴者投票でヤマトの次の壁だ、決めてみたー。やっぱ、何回聞いても惚れ惚れするわ、ヤマトのタイトルコール。えぐいっしょ。やっぱその、なんだろうな、出てる声の質感とか、やっぱ、タイトルゴール、声っていう。タイトルゴール、声っていう。なんかタイトルコールの声。僕たちは現在コンティニューに来てます。来てます。はい、テレビースも行ってます。本日はいつも通りですね。何ですかね。いや、口回らないじゃないんですか。なんで口回らないですか。電車便ないですか。なかったんですか。鈴木はまたセンター祭がありました。おー、まあ、誕生日の日だ。あ、そうです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、誕生日に生まれたんだよな。めちゃめちゃ、もう人生で一番楽しい飲み会でしたよ。もう地元の友達、うん、俺らへの感謝もさることながらさ、やっぱこう視聴者のみんなが聞いてくれなかったら、やっぱこういうランキングには絶対に入ってないから、うん、そうだよ、えぐいよ、ね、みんなに一番感謝を伝えなきゃいけない。本当に本当に本当にありがとうございます。
もう本当にね、恐るべきパワーっていうものをまた改めて再度確認しました。そうだね、うん、ですよ、すごい、みんな本当にすごいですよ。もう本当に神の子か今。もう本当にを超えて本当にですよ。ああ。で、ゆうた結構本当最近しょうもない感じになっちゃったね、席も後ろにもう降板させられちゃってね。やっぱ一回ぐらい優勝しないと前に上がってこいね、ゆうた。もっとさ、ちょっとだけその悲劇してもらっていいですか。ああ、オッケーオッケー。いや、丸の内サデスティックしかないな。サデスティックやばいか。おじいちゃんみたいな。ちっちゃい文字苦手なんだよ。あーちゃん抜いてるの。もう5枚ともか。コーヒー頼んでるぞ。2個下。じゃキャラペルフラペチーノ。キャラペルフラペチーノ。コーヒー飲めるんだ。コーヒー飲めます。すごいね。絵としてさ、ファンの人を喜ばせたいのよ俺は、うん、めっちゃ行きたいんだけど、ファンの人を喜ばせたいから俺とヤマトの海外旅行っていうのもあるわけ。確かに動画としてだからファンの人が見たいってなるのはまた他のメンバーだと。え、じゃあ誰々で行ってほしいとか、個人的に。個人的には優とヤマト行ってほしいんだけど、あのどうせ優馬とヤマト行くと思って。いや一番来てくるぞ。一番来てくるぞ。どうせ優馬とヤマトで行くと思って。悲し合いになった場合、多分俺が行くことになると思う。うん、悲し合いになった場合。悲し合いだけはなくその優馬みたいな。ちゃん。いや俺はちょっとだーと思って。賞味違うなって。何賞味違う、何賞味違うって言わない。そのニヤニヤは連れてかれる。いや、ニヤニヤはやばいよ。めちゃめちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。賞味違うわ。コンテンツ違うわ俺。本当にね。で、なんかもうさ、みんなで行ってきたら普通に。みんなで行ってきたらもうガチで。最近の仲いいエピソードあるの？最近のエピソードで言うと、俺とユタはよく深夜に事務所に残ることが多いのさ。ね、俺はまだ多いのさ。今のちょっとやばい。多いのさってね。いや、まあこっから物語始まるよ。ルナちゃんっぽい喋り方。またリュナちゃん。あ、うわ、ルナちゃんのことをリュナちゃんだって。スマブラのやりすぎじゃん。お前それリュカちゃんやん。お前それお前リュカちゃんやないか。お前お前あの蛇使いのリュカちゃん。お前いいです。うん、めちゃめちゃいいんですけど、僕より似合いそうな人がいるなって思ったりしました。似合いそうな人。これ天木君すごい似合いそうじゃないですか。似合いそう。めっちゃ似合いそうじゃないですか。似合いそうない。傘のシャツ。いいんですか。うん、失礼します。ミスターカサブラ。はい。いつかミスターあのカサブランとカさんといつかお仕事ができればなと思ったり思ってなかったり。神じゃないですか。はい、ということでね、デートウィーク4日目でございます。え、今日の動画ですわね。え、今日の動画はですね、僕のデート動画となっております。もうちょっと俺らのカオスな状態をお見せするのは大事なの。いや、大事大事よ、大事大事大事。こっからこのおばんざい屋さんで飲んで、さらに士気を高めて、うん、高まったらそのカオスなところに一回行って、次の場所、次の場所、うん、次の場所でもうあらかた動画を完成させます。完成したら飛び立つと。飛び立ってレビューがあるかどうか。飛び立ってレビューがあるかどうか。完全に酔ってます。完全に酔ってます。かぶってるみたいなことなんですか。かぶってる。かぶってた、今かぶってる。なんか香水をかぶってるみたいなことなんですか。このぐらい。このいい匂いとってさ、溢れ出てる。すごい。内部からの。内部からの。すごいよ。可愛さはいい匂いになる。なるほど。なんかバフュームオイル。あ、オイル。そう。オイル。染み込んで。じゃあもう行きますね。はい。時のかけら。涙で途切れた隙間。あっちゃんポイント。しゃ。涙でって。涙はね。涙はいいんですか。どうだろう。あ、やれるんですか涙。いや、怪しかったんだけど。お待たせ。大変お待たせ。ごめんね。え、なんでごめんね出てくるまでに他のワード何個も出てきた。お待たせ。お手数おかけしました。すいません。じゃあ自分で払ったからよくねえじゃん。いや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 。18,400円。まあ一回目エース我慢すれば大丈夫でしょう。 OK 問題ナッシングフィッシング。はい、レッツゴー。違う、そういうことじゃなくて、またしてる。問題、ごめんなさい。どうしてなんだよ。マジで俺もびっくりした。ウィーンって入れるやん。そこから記憶がない。はい、あいつって本当もうポンコツだよ本当に。今ユーモがだってここでやってたんじゃないの。一人でなんでに行っちゃったのよ。いや、ユータ来たからもう一緒みたいな。動画モチベマジ低いと思うんだけど。マジ低いな。ちゃんと言った方がいいぞ。いや、ちょっとやっぱね、ここにいちゃら多分ついたかっちゃうなと思って。結構じゃあ今までその番組とかで噛んだ経験とかはあるんですか。あります。
え、落ち込むもんなんですか？落ち込みます。あ、落ち込むんだ。俺らやっぱ噛んだら噛んだだけ面白いけど、噛むことに対しての恐れが全くないんです。なるほど、面白くはないですよ。ダメなんだ、笑うのとかダメなんだ。情報伝えてる時とか失礼いたしましたってもう一回言う。だって今ちょっと失礼いたしました。本当短いので失礼いたしました。久しぶりに喋ったら僕がヤバい。ユーマいきます。炙りカルビ、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 アルブガンダー。いや強いな、さすがアナウンサーですわ。綺麗な肉が焼けて、いや、肉が焼けて。乾杯でございます。いやユウマ、負けてるとこ初めて見た。このゲーム負けちゃいましたね。いや、さすがです。嬉しい、よかった。めちゃくちゃ面白い。誰だよ、お前。最初、勝っただけだから。次のゲームすげーなんだ。次のゲームやばいです。ゲームやばい。それでは、はい、第2試合スタート。いきます。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。おーおー、すごいわ。さすが、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 さすが。バナナの謎はまだ謎なのだぞ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 。せめきだったのに。いや、よく頑張ったよ。言い過ぎた。いや、言ってたのに。急にキュウリ9本空庫急増。これ結構難しい。いきます。急に急に9本空港に。あー、言えたら勝ちです。あ、言えたら勝ちですか。ゆるいゆるい。じゃあいきます。急に急に9本9個。あー、やったやった、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 やった。摘出手術中に普通のシチュー食う。おー、シチュー食う、食う、食う。いきます、いきます。はい。摘出手術中に普通にシチュー食う。あ、手術になってました、今の。あー、普通の、普通のです。普通のか、はい、一応話のストップは。あー、じゃあじゃあじゃあ、あの、ゆうた、出してくる話題くだらなかったらちょっと速攻でくだらないって言ってもらって。汚れ役は俺がやるよ。頼むよ。そんなゆうたの汚れ役を披露はさせません。今後も例えばじゃあ女の子と楽しく飲んだ後にちょっと女の子が潰れちゃってるなって言ったら、ゆうま先に帰るっていう宣言ってことあって。そうですね、そうですね。うん、めちゃめちゃ可愛かったら話は変わるかもしれないです。カットじゃなくてピースなんだ。自信あったんで、場所的にできないかなと思ったらピースすることにしました。いいんですよ、そんなのは。ありがとうございます。はい、生きてここに到着できた、それです。はい、ここにね、到着したんですけども、こちらご覧ください。金のうんこ、朝日の会社のオブジェということでね、うん、これが確実に描かれていたよと。これは間違いない、うん、近いんじゃない。結構近い気がする、一発で。これ違ったらきついけどな、逆に。一回ちょっと橋の向こう側渡ってちょっと捜索してみます。はい、じゃあ向かいましょうか。浅草来たらなんか食いたいっすな。浅草のものってかいけよな。え、そのさ、あの注意とかじゃないんだけどさ、うん、無理に敬語を使おうとした結果さ、浅草来たら何か食いたいっすなっていう意味がなっちゃってるや。言えば言うたわ。俺はだからもうもみじ焼きとか食べれればいいわ。もっとここ、もっともっと、もみじ焼き、もみじ焼き、人形焼き、人形焼き、せい、人形焼き、人形焼き、せいじゃねえよ。どうもー、ゆっちゃん、もう逃げられませんからね。まあ実は2日目なんですまあ実は2日目なんですけどね、うん、2人、はい、俺負ける気がしないの。いや、せーの、せーじゃあ行く、はい、はい、ガチさん、雑魚ばっかり、雑魚ばっかりいっぱいいた。やばすぎました。いや、俺はボーリングの時はちょっと緊張してる。うわー、マジででかい。いける、やばい。じゃあ、チョキ出します。あー、チョキ出します。僕もチョキ出します。やってますよ。ご変だよ、お前。チョキを抱く。なかなかいないよ。マーダーって何みたいな、ガードが言って、マーダーって何、マーダーって何、マーダーって何やろ。わかります。ここだね。あー、言っていい、サスに。まあなんて、まあなんて、
でもまだ殺人的です。サングラスのままいくんですか。はい、今日は司会をするということで緊張しておりますので緊張を隠させていただきます。あ、明確に隠していく。最高のロケを久しぶりに。確かにロケ楽しかった。そんでもって最後海見ていこうよってことですよ。やんねえのかよ。やんねえのかお前。来たよってね。やめちまえお前もう。まあちょっと最後そこで口ずさもうかなとか思ってます。おやっちゃみたいな感じで。いいすぎるわ。めっちゃいい動画になったよ。最高。そんでもって明日が CDF 当日じゃないですか。持ってき方。いや今日もだって街行くファンの人に CDA 聞きます。なんでバカにしようとしてたの。聞きゲーム。CDF 行きますってやってくれてたよね。伝わるでしょ、この力。ちょっと待って、力強。やばくね、マジやばいでしょ。おいおい、これ人間負ける未来見ててんだよ、これマジですよ。これやばいよな、マジ。人間食われるぞ。いや、これやばいよ、マジで。いいやん、もう。じゃあ本当にみんなで行かないっていう話してたんだけど、一人で抜け駆けして行こうと思ったら、一人で抜け駆けして行こうと思ったら現地で鉢合わせしたってことにしよう。全員土足ね。ちょっと待って、ユーマだったんだね。これってマジで分かんない。やばいね、フェスの。いやー、以上で僕の紹介は以上です。いくら。あ、そっか、言ってないか。何言ってんじゃん。こいつやべえな。やべえことしかしないな、お前は。うわ、すげえ。なんか俺の方見ちゃってるわ。ちょっと今の俺の方見やべ、シルついた、シルついた、シャイ役、シャイ役。俺の方見ちゃってるやん。え、帰りいいのこれ。あ、根本さん、正面向かして。それでは、ユーマで、ありがとう。でん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 、ありがとうって伝えた。今ありがとう、ありがとう、ありがとう。これ中央公園。え、中央公園。中央公園、おお、ほんと中央公園だ。あの俺らの花見の企画やったとこや。おお、そこを見に行って書いてた。何ワインで書いたんだろう。ワインで書けんねえわ。お前が俺の兄ちゃんとワイン話したから、お前のためのワインもう買ってんだよ。マジ。もう一本。ブルリーはあるんですか。これでかくても燃えるんじゃないって言った方がいろんなとこに炎がパー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 ってある。もう起こせんじゃないのこれ。起こせる、多分起こせる。起こせんじゃん。起こそう。やばいやばい、暗いと思う。でも夏クーラーとかせる時ないかも。ちょっと今のこの暑さにそれはやばいかもね。熱中症のニュースさ、めっちゃ多くない今年。本当に熱中症すごい。新居入った時とかさ、虫のやつ炊くやん。ああ、ああいう感じでさ、こう全体をやるみたいなできない。多分それがオゾン消臭じゃん。ああ、なるほど。でそれもダメだった、うん、でもオゾン消臭に関しては2回やってるから、ね、あ、さすがに酔っ払ってるよ。さすがにね、酔っ払ってから長いから。いや、さすがに上越新幹線。上越新幹線もいけないかね。新潟まで行かないかな。そうだ、行かないくらい。いいいい、もういい。お前よく頑張ってる、お前よく頑張ってる。お前を貶める気は全く。やばい。こればっかりはね。確か同じ量飲んでる。それって同じ量飲んでないんちゃう。飲んでないんだ。あの、やばいと思った時は、やばいと思…あい…あの…はい。頑張れ頑張れ、もういいよいいよ。いいよ、お前頑張れ、お前頑張れ。でもさ、多分俺が知る限りだけど、ハングオーバーズっていうこのグループあるじゃん。その中だと多分リオが一番強いんだよ。全然そんなことない。全然俺一番弱いぐらいじゃない。さすがに。ポッカもびっくりした。いや、ポテトがびっくりしてた。ポンじゃなくて。お前、ポエモって言ってたよ。いや、ポエモがびっくりしてた。ポエモはやばいよ、もう。ということで、本日の勝者、アキさん。イエーイ、すごい。それでは皆さん、また次の動画でバイバイ。スワレスさん、青木、はい、ヤマト、キューガー、オロメ、アオギー、何だろうや。お前、待って、一回待って、お願い、お願い。ずっと保管してて、ひどいとかないですか、土は。保管しやすいし。じゃ多数決、保管派の人。はい。あ、負けた。おかしい、これは。じゃあ、あっちゃんちで大丈夫か。おい。まあ別に害ねえし。いや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 、断れよ。害あるわ。害ねえ。害あるわ。ブランドの角とかに置いて。角やばいね。
一人で来てもいいし、もう年齢なんて関係ない、性別も関係ないです。もう本当にコムドットに会いたいっていう熱量だけ持ってきてくれれば、もう最高の日にする約束ボスできるんで、本当にできるんで、熱量ありますから。普通に男だけで遊んだパターン言ってもらっていいですか、最近で。あー、それで言うとベルクとかボンと車で都内の方にこう運転してって2時間ぐらいか、開けて面接行ってんじゃん。面接行ってんじゃねえよ。メンネスとかの話しなくて、メンズネステに行ってんじゃねえよ。メンテナンス、そうメンテナンス、メンネス、メンテス、あ、メンテス、メンテス。だからそういう男だけの遊びの日もあるの。まああるよ、もちろん。キノミナナ、斜めかけバックで七渡し、はい、キノミナナ、斜めかけバックで七渡し、はい、レミロミナナ、斜めかけバックで七渡し、はい、ってなってるから。この尺って需要あんの？これないよ、ないよね。あー、ま、マジいらないだって声でだけだな、あれ。いつも一緒あんの。ほらね、ビール飲んで新たな欲求がね。最高だね、今日旅行ね。うん、旅行って言ったら、この後多分帰りメンスですよ、あの二人。まあ一旦その方々さておかさせていただきまして、はい、9月も下旬ということで、日に日に僕たちコムドットの結成日10月1日に近づいていってる。いや、うん、近づいていってる、マジで完全に近づいていってる、うん、近づいていってるね。ランダムで行くんですけど、結局1回目はちょっと一番端の人だけ決めときたいなというか、一番端は一人で満足させなきゃいけない。よく、ああ、じゃあ、あっちゃんに任せて、俺一番満足ゲスト。満足ゲスト大丈夫？お前の話や。満足度満足ゲストすごい感じですけど。あ、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。風が違う。あ、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こんにちは、みゆって言います。みゆちゃん、ありがとうございます。これから応援してください。ありがとうございます。あっちゃん大好きです。いやいや、まだお前緊張してる。こんにちは、オレンジでバッチャ欲しいです。ありがとう、ありがとうございます。嬉しいじゃん。俺はその泣いた子が8人だけど、40人ぐらいが濡れてたから。下が泣いてた、下が泣いてた。お前今日は楽しそう。濡れてた、濡れてたから。濡れてた。キモ。あ、気にしよう、仕返れよ。濡れてた、もうすごい。めっちゃキモいな。あっちゃんってブラのホック片手で外せんの？試せますよ。おえー、そうなん？試せますよ。いつできるようになった？でも3年前とかです。へ、一瞬でとかはできないよ。あ、別に一瞬でやる必要はないけど、うん、時間かけて終わりになったらできるよっていう。え、どんぐらいの時間をかけんの？本当に長い時は2分とか。いや、かけすぎやろお前。かけすぎやろお前。びっくり、気まずすぎるやろこの女の子の待ってる時。もう背中触れすぎて、できもんできるわ言うてな。ニキビの一つや二つもできますよ。お前ビリね。え、トークも込みこれ。ほんと俺本気でやってんのが伝わりそうで嬉しいですよ。シャキッと喋れよお前。お前厳しい。足りてないのか知らんけど、職も。はい、ということでラストチャレンジャーはゆうまちゃんです。よだれがたまらないよ、止まらないよ。それ目見てくる。今日は何？今日は訓練。なんだ？まあ今からちょっと訓練を行っていくんですけれども、その前にですね、皆さんにご報告があります。何ですか？何のご報告ですか？嬉しいことじゃないですか。あ、なんでそんな絡まれるとは思わんだ。ゆうた誰にも応援されてねえぞ。おめえ俺には負けてやがるな。なんだよお前。何も固まってなかった。いきまーす。パーパイパンパン。なんでだ、なんだ。でも元気に行くよ、子供の遊びだから。行きます。パイパンパン、パイパン。なんだよ、なに正式が分かんない。やりすぎてない多分、しかもワード。それじゃあ今日はこの辺でお会いしましょう。バイバイ。ごめんごめん。